ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ブラックホールの兄弟と言われる、中性子星について紹介していくぜ。宇宙には様々な天体が存在していて、その奥深さに心を踊らされるよね。鉄の雨が降る星や光をも飲み込む天体、太陽の1000倍以上の質量を持つ星など、まるで SF 映画の世界に出てくるような環境を持つ天体が数多く存在しているぜ。想像しただけでワクワクするわね。この動画では、宇宙の彼方に存在する不思議な天体中性子星の特徴、そしてどうやって誕生したのか、その秘密に迫っていくぜ。おお、楽しそう。それではゆっくりしていってねピュリッツァー賞も受賞したジャレド・ダイヤモンドの10秒錬金鉄という有名な本がある。この本では、なぜ5大陸で独自の発展を遂げた文明のうちユーラシアの人々が最終的な覇権を握ることになったのかの理由を、いくつかの環境要因で説明しようと試みているんだ。変わったタイトルの本だね。本のタイトルには、武器による軍事的な優位を表す銃、文明の接触で病原菌が、免疫のない集団を弱体化させた病原菌、そしてテクノロジーを代表する、鉄という3つがキーワードとして使われているんだ。このように鉄は私たちの文明の発展に重要な役割を果たした農機具や武器、輸送手段やインフラに使われ、テクノロジーを代表する元素の一つと言える。実際、プロイセン王国の首相でドイツ統一の立役者である、オットー・フォン・ビスマルクも鉄は国家なりと述べたとも伝えられているぜ。ふん。ところで、人類にとって大切な元素である鉄は一体どこで生まれたんだろう？ビッグバンの直後、宇宙に鉄はなかった。その時に宇宙に存在したのは、一つの陽子からなる水素と、陽子を二つ持つヘリウムが大部分だった。この水素やヘリウムからなる星間物質が重力でより集まって星ができると、その中心付近では密度が高く原子核同士がぶつかる核反応が始まる。水素の原子核である陽子同士がぶつかってヘリウムができ、さらにヘリウム同士がぶつかることで、徐々により陽子の数が多い。炭素、窒素、酸素ができていくんだぜ。恒星の中が元素の工場になって、周期表の元素が登場していくんだね。この元素を詳しく見てみると中心に質量の大部分を持つ原子核があり、ほぼ同数の陽子と中性子からできている。この陽子と中性子の数の組み合わせによって、原子核の安定性が異なるんだ。鉄の場合、その中心にある原子核の大多数は陽子26個、中性子30個からなり、他の元素に比べて極めて安定しているぜ。ふむふむ。そのため星の中での元素合成は鉄付近まで進み、それ以上の合成をできなくなると星は潰れて大爆発超新星を起こしてしまう。鉄より重い原子核は、核内の陽子同士の電気的反発力が強すぎて核分裂をしやすくなるためだ。中心部が鉄ばかりになるともはや圧力を保つための、熱を核融合で発生できないため、重力で一気に圧縮されるぜ。その圧力は一体どれほどのものなのかしら？地球と同じ大きさの恒星の核が都市一つ分の大きさにまで圧縮されてしまうほどだ。この圧力によって外層は高速の 25% の速度で内側に縮まり、最終的に爆発する。そして爆発によって、コアにある鉄が宇宙に撒き散らされるんだぜ。じゃあ、その鉄はどこで生まれるの？恒星の中の原子核がぶつかる反応か。この超新星爆発の時に生み出されたと考えられている。そして超新星爆発で周辺に撒き散らされた鉄は、さらに次の世代の星に取り込まれていくんだぜ。文明の発展に重要な役割を果たしてきた地球に存在する鉄は、太陽系ができる前の世代の恒星が超新星爆発して撒き散らされた結果と考えられる。また太陽のような恒星は、このように内部で核融合反応を起こして、エネルギーを発生させることで輝いているんだぜ。撒き散らされたんだ。太陽の約8倍以上の質量を持つ恒星だけが、超新星爆発を起こすことができるんだ。超新星爆発によって放たれる光は宇宙全体を照らし出すほどの強さだ。そして太陽の約8倍から30倍ほどの質量の恒星が、超新星爆発を起こした後に残るものが中性子星だぜ。その中性子星の内部はどうなっているのかな？外層部に鉄を多く含む領域があり、さらに中心に近くなっていくと、正の電荷を持つ原子核に負の電荷を持つ電子がめり込んで中性化し、中性子を多く含む領域が現れると考えられているぜ。あ、もしかして中性子が多いことが名前の由来なんだね。その通りだ。もし質量が太陽の8倍以下の場合は白色矮星に、30倍以上の場合はブラックホールになるんだ。太陽の10倍から30倍の質量の場合でも、残るコアの質量によってはブラックホールになるぜ。つまり、中性子星はブラックホールになれるほどの、質量を持っていない恒星の最後の姿というわけだね。ちなみに太陽は質量からして超新星爆発を起こすことなく、白色矮星になると考えられているぜ。ほう、そうなんだ。
中性子星の質量は地球100万個分というとてつもない重さだが、その体積は1辺 25km の立方体と同じくらいしかないんだ。その密度の高さは角砂糖ほどの大きさの中性子星がエベレストと同じ重さになるほどだぜ。そのため、中性子星が持つ重力はブラックホールに次いで宇宙で2番目に強力だ。中性子星の近傍を横切った光はその重力によって進行方向が曲げられてしまう。さらに、中性子星の表面温度は100万度に達するぜ。太陽の表面温度は6000度だから、その凄さがわかるね。中性子星は、大気地殻コアの3つの層で構成されている。地殻は超新星によって残った鉄が互いに金属結合してとてつもない光度を誇っているんだ。さらにコア側に近づくにつれて重力による圧力が増すため、鉄原子同士が凝縮してくっつき合うようになっていると考えられているぜ。なるほどね。地殻の中ほどでは鉄原子は線上に接着し、さらにその内側では層上に接着している。線上に接着した鉄原子をスパゲッティ、層上に接着した鉄原子をラザニアに例え、中性子星の地殻は核のパスタと呼ばれているんだ。この核のパスタは宇宙一の高度を持ち、基本的には壊れない物質だと考えられているぜ。お腹が空くようなネーミングだね。そして中性子星が崩壊する際には、超高速で回転するんだ。この高速回転と中性子星が持つ磁場が合わさることで、中性子星は巨大な電波を生み出すようになる。この状態になった中性子星は、パルサーと呼ばれている。パルサーが持つ磁場は、地球の磁場の1000兆倍も強力なんだぜ。想像つかない。灯台の光はぐるぐる回っているが、横から見ると点滅して見えるよな。中性子星からのパルスも同じ仕組みだ。最初はパルス状の電波は、宇宙人からのメッセージではないかと真剣に考えた科学者もいたんだぜ。それほど謎が多い仕組みだったってことだね。二つの中性子星同士が融合して、キロノバという大爆発を引き起こすことも知られている。白色矮星という地球程度のサイズで、太陽と同程度の質量を持つ高密度天体が起こす。新星という爆発現象の1000倍ものエネルギーを放つという意味でこの名前がついているぜ。ふむふむ。地球は太陽の放つエネルギーのわずか20億分の1程度しか受け取っていないでこの恩恵なので、いかに太陽のエネルギーが膨大なのかがわかるのだが、その太陽の10年分のエネルギーを、毎秒放出するほどキロノバは高エネルギーなんだ。先ほども出てきた超新星爆発と比べると100から10分の1くらいのエネルギーとなるそうだが、それでも宇宙で最強クラスのエネルギーを誇る天体現象であることには変わりないぜ。温度はどれくらいなのかな？衝突時の温度は、爆心地でなんと1兆度を超えるほどだ。大質量の恒星の中心はもちろん、太陽の数億倍もの質量を持つ超大質量ブラックホールの膠着円盤でも、兆という単位の温度はそう出てこないだろうな。うわぁ、想像を絶する温度だね。金ウランプラチナなどの重金属は、このキロノバによって、生み出されたと考えられている。最終的に、キロノバを引き起こした2つの中性子星は合体してブラックホールとなるぜ。超新星爆発やキロノバによって、宇宙空間には様々な物質が撒き散らされることになるんだね。この物質はお互いの重力によって惹かれ合い、恒星や惑星に成長していく。私たちの体を構成している物質や身の回りの物質も、中性子星が遥か昔に生み出した元素によって成り立っているんだぜ。なんだか感慨深いものがあるわね。超新星爆発と並んで宇宙最強のエネルギーを誇る天体現象がガンマ線バーストだ。発生源から数億光年以上彼方にある地球でも毎日に、3個ほど、ガンマ線バーストを確認できるほど、遠くにまで影響を及ぼすリアル破壊光線だぜ。名前かっこいい。そんなガンマ線バーストは太陽の30倍以上の超大質量の恒星が一生の最後に超新星爆発を起こした際、中心部にブラックホールができると同時に発生すると考えられているんだ。ふむふむ。そして実は、ガンマ線バーストは超新星爆発だけでなく中性子星同士の衝突でも発生するそうだ。超新星爆発時のガンマ線バーストは2秒以上続くのでロングガンマ線バースト。中性子星の衝突は平均 0.3 秒と非常に短いためショートガンマ線バーストと呼ばれているぜ。短いとはいえ宇宙最強の破壊光線まで放つとは、やっぱり中性子星同士の衝突は恐ろしい現象だね。ではそんなヤバすぎる衝突現象が起こりそうな場所は、どこにあるのだろうか？それは気になる。現在、私たちの銀河系内には3000個近い中性子星が見つかっている。その中には一人ぼっちの孤立した中性子星もあれば、他の恒星とお互いの周りを回る連星を成している場合もあるんだ。ほうほう。地球から3200光年、同じ銀河系内でも割と近所のところに PSRJ7373039 という、中性子星の連星系が発見されている。これはこれまで発見されている、唯一の中性子星の連星系となっているんだ。両方とも質量が同程度なので、
ほぼ同じ軌道上を公転していて、お互いの距離が80万キロメートルほど離れているため、公転軌道の中心からの距離は40万キロメートルほど、つまり地球に対する月の公転軌道と、かなり近い軌道でお互いを公転している。月は地球の周囲を27日かけて公転するが、中性子星は地球の50万倍ほども質量が大きいので、たったの 2.4 時間で1周公転してしまうんだぜ。わぁ、なんて速さなのかしら。そして PSRJ737-3039 は、今から8500万年後には衝突すると予想されている。8500万年くらい頑張っていければ、宇宙規模で言えば近所で起こる。中性子星の衝突を楽しむことができるかもしれないぜ。いやいや、無理。中性子星はすでに十分すぎるほど奇妙な天体だが、こんな中性子星の中でも特に、マグネターと呼ばれるより特異な天体が存在しているんだ。大体中性子星のうち10個に1個の割合でこのマグネターになるそうだぜ。どんな風に変わっているの？中性子星とマグネターはほとんど同じ性質だが、主に磁力の面で大きな違いがある。まず通常の中性子星でも、極めて強力な磁力を持っているんだ。最強の磁石と名高いネオジム磁石の強さが1テスラなのに対し、中性子星の磁力は1億テスラだぜ。ふむふむ。しかし中性子星の中でもマグネターと呼ばれる天体は、通常の中性子星のさらに1000倍以上の磁力を持ち、宇宙最強の磁力を誇る天体として知られているんだ。つまり、マグネターの磁力は1000億テスラだ。桁違いとはこのことだよな。もしもこのちっぽけなマグネターがこのように地球から16万キロメートルの位置にあるとすれば、16万キロメートルも離れた地球上の全クレジットカードの情報を抹消できるんだぜ。その恐ろしいほどの重力の影響で地球の温度がとんでもないことになったら、もはやクレジットカードがどうこう言っている場合じゃないわよ。確かにそうだな。さらに 1000km まで近づくと、磁力だけで相手は死んでしまうぜ。とてつもなく恐ろしい。さらにマグネターでしか起きないヤバすぎる現象が、マグネター精神と呼ばれるものだ。マグネターは時折その表面にヒビが入ることがあるそうだ。地球でいう地震のような活動、といったイメージだな。そのヒビは数ミクロンという非常に小さなものだが、これが起こると超特大の大爆発が起こり、そこから X 線やガンマ線といった、超高エネルギーの光線が放射されるんだぜ。ひゃー、それはやばいわ。これまで観測された中で最も高エネルギーだった星震は、SGR-18620 というマグネターが起こしたものだった。このマグネターはなんと地球から約5万光年、ちょうど銀河系の中心を挟んで太陽系と反対側の場所にあるんだ。銀河系の中心部は恒星の密度が高く非常に明るいので、その裏側にある天体からの光が地球まで届くというのは、まさに異常なエネルギー量を示しているぜ。ガンマ線ってすごい速さなんでしょ？発生からわずか 0.2 秒のうちで、太陽が25万年かけて放出するのと同等のエネルギーを放った。そしてガンマ線は高速でやってくるので、実際にそれを食らうまで起こったことに気づけないんだぜ。うわ、瞬きする暇もないよ。1987年、大マゼラン銀河で超新星 1987A が出現したんだ。日本の実験装置神岡でがその超新星爆発で生じたニュートリノを捉え、後に小柴正敏博士がノーベル賞を受賞したことでも知られている。明るさはそれまでの5200倍に達し、最大三等星の明るさで数ヶ月間輝き続けたぜ。はるか17万光年彼方にある大マゼラン雲から、肉眼で見える明るさだなんて、さすが超新星だね。そして大質量の星が超新星爆発を起こした後には、中性子星やブラックホールなどが残される。SN1987A では、中性子星が形成されたと考えられていたのだが、SN1987A は、爆発時の熱いチリやガスなどに覆われていて、電磁波による、直接観測では天体を発見することが難しい状態だったんだ。ふむふむ。今回チリ北部にあるアルマ望遠鏡は、中性子星の放つ電磁波を周囲のチリやガスが吸収し、そしてそれらのチリがよく放出するサブミリ波と呼ばれる波長1ミリメートル程度の電磁波を、用いて撮影した画像を調査したそうだ。その結果、周囲よりも明るく輝く領域があることを発見したぜ。おお、大発見だね。これが以前から予測されていた中性子星の位置と一致したことにより、中性子星の存在が初めて確認されたんだ。そして、中性子星は超新星爆発によって、形成されることに疑いの余地がなくなったことも、大きな発見と言えるだろうな。SN1987A は、超新星爆発の前、爆発中、爆発後の段階を詳細に研究する機会を研究者たちに提供し続けているぜ。まだまだ研究の余地はありそうだね。太陽の30倍以上の質量を持っている超大質量の恒星だと、
一生の最後に自身の核が圧縮されて残る中性子母子すらも押しつぶし、ついには重力への対抗手段を失い永遠に一点に向けて圧縮が続くブラックホールになってしまうんだぜ。ブラックホールの内部は現代の物理学では理解できない。いわばあの世の世界だよね。中性子星こそがこの世の限界スレスレの極限環境を持った天体であり、一般的にブラックホールに最も近い天体であると言えるんだ。そんな極限の天体である中性子星の中でも最も高密度な中性子星の内部こそ、本当にブラックホールに近い、真の極限状態となる。そんな中性子星の内部には、通常の世界には存在しない物質が、存在する可能性があるそうだぜ。え、それはどんなものなのかな？物質を拡大し続けると、原子という構造が見えてくる。さらに拡大すると、その中心に陽子と中性子という二つの粒子からなる原子核という構造が見えてくるんだ。それ以上に分解できない最小単位の粒子は素粒子と呼ぶが、原子の中にある陽子と中性子は素粒子ではない。実は陽子も中性子も、クォークという素粒子が三つ集まってできていることが知られているぜ。クォークって？クォークはぼっちが大の苦手で、常に仲間とのつながりを求めている。クォーク同士を切り離そうとしても、力を加えれば加えるほどクォークは、ますます強く結びつこうとするんだ。そればかりか、反対にその力を利用して、新しいクォークを生み出すこともある。またクォークは複数が結びついた状態で、別の粒子の構成要素としてのみ存在することができるので、単体で存在するクォークはこれまで観察された例がないんだぜ。へぇ、面白いね。クォークには様々な種類があるが、安定した物質を作ることができるのはそのうちの2種類。つまり陽子と中性子を構成するアップクォークとダウンクォークだけだ。それ以外のクォークはすぐに減衰してしまうぜ。ところが、中性子星の中となると状況は別だ。中性子星の核内部では陽子と中性子がバラバラに切り離されるという、一つの仮説が存在している。無数の粒子がぐうぐうに集まって溶解し、クォークの巨大なお風呂、つまりクォーク物質を形成するんだぜ。ふむふむ、クォーク物質でできた天体はクォーク星と呼ばれる。クォーク星の見た目は、通常の中性子星と変わらないのだが、違うのはその内部だ。クォーク星内部の圧力が十分に強い場合、不思議な変化が続々と起きる可能性がある。その一つが、ストレンジクォークだぜ。ストレンジャー？ストレンジクォークは、その名の通りの変わり者だ。奇妙な核特性を持ち、質量が大きいのが特徴だぜ。どんな役割を持っているのかしら？このストレンジクォークが、ストレンジ物質を形成しているんだ。ストレンジ物質は密度が非常に高く完璧に安定していて壊れにくいため、ある意味では物質の理想的状態とも言える。その安定性は、全宇宙に存在する物質の中でダントツナンバーワン。そのためストレンジ物質は中性子星の他にも存在することができるんだぜ。ということは、私たちもストレンジ物質と無関係ではいられないってこと？ああ、そうだ。ストレンジ物質は触れたものすべてに感染するんだ。ちょっとでも触れた物質は、ストレンジ物質の安定性の影響を受け、自らもあっという間にストレンジ物質に変化してしまう。物質と構成していた陽子と中性子はバラバラに切り離され、クォークのお風呂を作り、クォーク物質はエネルギーを、放出しながらさらに多くのストレンジ物質を作り出すんだぜ。ストレンジ物質を取り除くにはどうすればいいの？唯一の手段は、ブラックホールの中に投げ込むことだけだぜ。もしストレンジレッドが地球に衝突したとしたらどうなってしまうのかな？地球の表面は瞬く間にストレンジ物質で覆い尽くされるだろうな。ストレンジ物質への変換が進めば進むほど、ストレンジ物質はますます巨大化していくんだ。最終的には地球を構成するすべての原子がストレンジ物質に変化し、地球は小惑星サイズの小さな塊へと姿を変えてしまうぜ。いやー、考えただけで恐ろしい。また、ストレンジレッドが太陽にぶつかったとする。まるで乾燥した森を火があっという間に飲み込むように、太陽は立ちどころにストレンジ星に変貌するだろう。この時、太陽はその明るさをかなり失うはずだ。太陽の光と熱を失った地球はたちまち凍りつき、死の大地と化してしまうぜ。想像さえしたくないわ。ウイルスを目で見ることができないのと同じで、残念ながら私たちはそれが近くに迫っていても気づくことができないんだ。しかもストレンジレッドはそれほど珍しいものではなく、銀河中に存在する星の数よりも多いという説もあるんだぜ。そんなことが起こらないことを願うばかりだね。中性子星の内部は作用する力があまりにも大きいため、ビッグバン直後の宇宙の状況に似ている。中性子星の中心は、万物の始まりがどのようなものであったかを、私たちに教えてくれる化石のようなものなんだぜ。ストレンジクォーク、ストレンジ物質、ストレンジレッドと、頭の中が奇妙な何者かで埋め尽くされそうだよ。しかしこれらを理解することは、宇宙の誕生と、なぜ宇宙が現在の姿になったのかを理解するための鍵となるんだぜ。
確かにそうだね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。ぜひポチッとお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。